食品の品質管理体制強化対策事業につきまして、まず担当から説明をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。食品の品質管理体制強化対策事業ということで説明をさせていただきます。この事業は HACCP という衛生管理の手法を普及させるための研修、それから導入にあたっての助言指導を行う専門家派遣などを支援する事業ということでございます。説明につきましては70ページを開いていただけますでしょうか。そちらでご説明をさせていただきます。まずHACCPですけれども、こちらは製造工程における危害の要因になるものを洗い出しまして、分析して、で安全上重要なポイントを設定して、すべての製品についてその部分を管理し記録するというシステムでございます。でこれは従来 その製品の抜き取り検査と比べまして、被害を未然に出荷する前にですね、防止するということと、あと事故が何らかのことが起きた場合もですね、記録を取っていることによって原因を特定しやすくするというものでございます。でこれは国際機関でございますコーデックスが各国に導入を推奨しまして、で世界で今導入が進んでいるという状況です。で日本では今年間2万人以上の食中毒患者が発生しておりまして、なかなかこれが減っていないという状況です。で死亡者が出る事件も起きておりまして、ただ記録がなくてですね、原因究明さえなかなか十分にできないという状況でございまして、安全性向上のためにはやはりこのHACCPというものを普及する必要があるというふうに考えております。ただHACCPの導入には一定のやっぱり人材育成のコストがかかりまして、導入自体は消費者全体の利益になるということなんですけれども、必ずしも個々の個別の事業者のですね、判断に委ねるだけでは普及に限界があるということで、こういった人材育成をしていくことがなかなか難しいという中小規模層を重点的にですね、支援するということで、国が普及を進めていってきているというものでございます。で71ページ次のページをご覧いただけますでしょうか。でこれまでHACCPの普及の推進の取り組みというものに対しましては、今真ん中にこのHACCPの導入の障害ということで書かせていただいておりますが、左側に書いてございますように、中小の事業者が多いという食品産業 の産業構造がございます。でその関連の投資が難しいという声もございます。でこれに対して平成、10年にですね、HACCPの支援法というものができまして、これによって金融支援で、施設だとか体制整備に支援をしていこうというものが柱の一つでございます。でもう一つが右側でございますけれども、HACCPの正しい知識とかノウハウがなかなかこう普及しないだとか、あるいは事業者側の意識といったもの、こういったものをちゃんと高めていかなければいけないということで、今のこの食品の品質管理体制強化対策事業というもので支援してきたということです。中身としましては、一つは人材育成の支援としましては、HACCPの導入を担う人材を育成するということで、基礎的な研修から責任者の養成、あるいは指導者の養成研修など、それから専門家の派遣、こういったことをやっておりますし、こういった経営層への研修なんかも含めましてですね、年間だいたい60から80回、受講者が4000人以上という形で進めております。でまたHACCPに関して消費者の方々にもやはり理解をしていただきたいと、これは事業者側 のインセンティブにもなっていきますということで、消費者向けの研修だとか見学、それからパンフレットの作成配布といったことをやってきております。次の70ページをご覧いただけますでしょうか。あ、すいません、72ページをご覧いただけますでしょうか。この事業の効果というのは研修の後のですね、アンケート調査で測っておりまして、でアンケート調査ではHACCPの導入というものを受講から数ヶ月後にですね、やっていますかということを聞いておりまして、導入済みがだいたい5割弱、導入検討ということが3割強ということで、だいたい8割方の受講者の方々が前向きな回答をしているということで、この研修事業の効果が導入率に結びついているだろうというふうに評価をしております。
それからこの事業自身ですね、毎年、課題を整理いたしまして、その翌年に改善策を実施してきております。例えばですね、やはり段階的な導入をその促進していくという面では、25年度、26年度、これは基礎研修を多く実施してたんですけれども、よりその実践的に広く普及させるということで、27年度は責任者、あるいは指導者研修に重点を置いているということだとか、あるいはですね、今度、今実施しておるんですけれども、研修の内容のばらつきを抑えるために、やはり標準的なプログラムを示した上で公募をする。あるいは指導者派遣というものを廃止しまして、研修に重点を置くといったような改善を進めてきております。で、今今年ですね、平成28年に入ってから、HACCPに関しては状況の大きな変化がございます。で、これは厚生労働省におきまして、 HACCPの義務化に向けた検討というのがこの3月から始まっております。ただ義務化の検討ということなんですが、現状の約3割という導入率のままでは、なかなかに円滑に制度を導入することができないということで、こういった検討、あるいはこの制度化というものを円滑にしていくためにもですね、HACCPの普及を加速化する必要があるというふうに考えております。今後ですね、この義務化の検討状況を踏まえまして、この事業の内容についても精査していく必要性があろうというふうに考えておるところでございます。説明は以上でございます。続きまして、予算課長から論点の説明をお願いいたします。はい、1点目は事業の効果といたしまして、研修を受講した企業がHACCP導入に至るといったアウトカム達成に貢献するものとなっているのかという点でございます。第2に事業の効率性として、HACCP導入率を高めるためには、研修の実施方法についてさらなる工夫の余地があるのではないかといった点でございます。それでは委員の方からご質問ご議論をお願いいたします。まず上村委員お願いいたします。はい、ご説明ありがとうございます。HACCPについては非常に重要なものだというふうに思っております。で、その上でこの事業についてちょっと4点お聞きしたいんですけれども、このアウトカム指標に使われているHACCP導入率っていう、中小規模のですね、食品製造者がですね、HACCPを導入したというように自分で判断するというしているということなんですけど、そういう意味では客観的な指標ではなく主観的な指標になっているというところが一つあるかなと思います。認証制度っていうのもあるというふうに聞いてますけれども、そういうような制度を使った認証を受けたものをアウトカム指標に使っていくということが本来あるべき姿なんじゃないかなというように思っているんですけど、それいかがかということです。海外では義務化がなされてきているということで、日本でもそういう義務化の流れがあるということなんですけど、本当にこの導入を進めていくんだったら、義務化に向けてより一層ですね、推進しないといけないので、この主観的な指標に頼っているという現状は、少しやり方がどうなのかということが1点目で、2つ目ですけれども、この事業自身はですね、研修をやることによってHACCP導入を推進するということが目的になっているので、その研修を受けた人がそのHACCP導入につながっていく、つなげていくということが本来は捉えられるべきだと思います。ところがですね、アウトカム指標にはですね、その研修に参加した人がどうやってHACCPの導入までつなげていくかっていう、中間アウトカムがないわけで、なのでそこの研修の効果がちゃんと見れてないというふうに思います。なので、中間アウトカム指標をきっちり作るということが大事かなと思います。3つ目ですけれども、消費者向けパンフレットが作成されているということですけれども、これも私も確認しましたが、ただこの一般の消費者がですね、ウェブサイトにアクセスしてそのパンフレットを見てるかというと多分見てないと思うんですよね。なので、スーパーとかで、そういうところが配布されているということなんですけど、じゃあ配布されていても多分それを手に取る人も多分ほとんどいないんじゃないかと思っています。で、なのでこの、パンフレット作ることは別に構わないんですけれど、ただそのパンフレット作ることによって、作ってどういうようにこのHACCP導入につながっていくかというですね、そのつながりをですね、きっちり検証する必要があるし、できなければそういうことはやるべきじゃないというふうに思っています。で、4つ目ですが、消費者向けにはですね、セミナーもやられているわけですけど、このどんな人が参加していて、その人たちがどういうようにHACCP導入に貢献しているのかというところが、やはりこれもまた見えないわけです。やはりもともと興味を持っている人しか参加してないんであればですね、新しい人を開拓できてないわけですから、そういうところはですね、評価がこの事業の評価が手伝うには難しいかなというように思っています。以上4点お願いします。今の4点について回答お願いいたします。はい、
まず判断が主観的ではないかという話でございます。でこれはまあ HACCP の定義にもよる定義がですね、衛生管理については基本的には事業者がやっぱ自らの責任で自らやるということになりますので、 HACCP もそのやり方は示されているんですけれども、それをやるのはやっぱ事業者自身ということになりますので、まずは事業者自身がやっているかどうかということを聞いているというのが状況でございます。でおっしゃる通り、じゃあそれが本当にその正しいもの、適切なものかどうかというところは確かにございます。で今はその認証の仕組みということで第三者が、確認をする手段があるわけですけれども、今後ですね、そのこれが義務化されてくるということになりましたら、そのあたりは保健所ですね、いわゆる行政が最終的にはこう確認をしていくという仕組みになりますので、そういった意味では今その義務化がされてない中でまずやることっていうものを普及しているという状況なので、まあ、HACCPの定義に照らし合わせればですね、認証を受けたものだけっていうふうにしますと、これまた認証には一定 の, そのコストもかかってきてます、かかってきますし、やっぱり中小も含めてそこの実施状況というものを見るためには、まあ、今の、まあ、一部おっしゃる通り主観的なところに頼る部分があるんですけれども、こういった形で補足をするのが一番適切かなと思っております。それから2点目でございますけれども、研修事業 の, その直接的なアウトカムというものになってないということでございます。でこれは確かにそういった点があると思います。で今 の, その全体の導入率というのは、まあ、この事業で一つはその受講した人が直接 HACCP を導入するというのが直接的なものがありますし、それから指導者研修で受けた人が今度は他の事業者さんをこう指導してその方が導入するというのもあります。それからこの事業で作成された標準的なテキストというのを見ながらご自分でこうやられたり、あるいはそういったところを民間の中でこうやられたりするのもあります。で、全体の導入率ということであればそういったものを全部含めてということなんですが、おっしゃる通りこの事業のということになりますと、先ほどのアンケート調査というのを一部やっておるんですけれども、そこは確かに直接的なものをですね、今年度からでもここは聞くことによって何らかのこう、目標を作っていくことを検討したいと思っております。それからあと3番目ですけど、消費者パンフレットということでございます。でこれはなかなかこれがそのスーパーで配布しているけれども目に留まらないじゃないかというご指摘でございます。でこれは消費者セミナーというものも同時に開いておりまして、今 の, 4番目のご質問ともちょっと重なるんですけれども、まずセミナーにお声掛けをしているのは消費者団体だとか一般の消費者をこう公募ということもあるんですけれども、消費者団体にも必ず声をかけていると。でそういった方々にこうHACCPというのがどういうものかというのを知っていただいて、今度はその方々がそれぞれの団体の中でですね普及をしていただくとか、そういったことで必ずしもこのセミナーだけではなくって、もっとその消費者団体の方自身がですねいろんな広報誌だとかいろんなツールを使って広げていただくということを考えているということです。ただ興味を持っている人がきちんとそのアクセスできるようにっていうのは確かにそうだと思いますので、少しそのあたりホームページでの紹介の仕方ということも工夫していきたいというふうに考えております。以上です。はい、1点目なんですけど、その今その国の認証を受けているその HACCP の認証を受けている企業さんというのはどれぐらいのパーセント、大企業は結構高いのかなという気がしますが、中堅企業ってどれぐらいの割合なんでしょう。認証を受けている人がと、はい、いうことですね。わかりますでしょうか。そこ今回中小企業の導入率3割と35% というふうに出した統計調査の中です と,、いわゆる第三者の認証を、取っているというのが、認証を取っていると答えた企業さんの中で、大体3分の2程度ですね。で、HACCPを導入していますと答えた方の中で認証は取っていないけれども、そういう自主的な取り組みとして HACCP の考え方を守ってますというのが大体3割ぐらい
という。わかりました。まあ、あのアウトカム指標って別に一つだけじゃなくても構わないと思いますので、まあ、複数のアウトカム指標を作るというのは結構大事かなと思います。あの今後義務化に向けてもそういう意味では、まあ、もう一つ認証というまあ基準があるんだったらそういうまあアウトカム指標を作っていってそれを高めていく努力というのは結構大事かなと思います。これコメントです。二村委員お願いいたします。ちょっと今のところで私自身の知識があやふやなものですから確認をしたいんですけれども、 HACCP を導入するというふうに言った場合に、あの HACCP って通常、まあ、ここでまず研修を受けて知識を得てから、実際に必要な投資がありますよね。あのそのこうあの工場の設備がきちんとしてなかった場合には投資があって、でさらに認証を受けるっていうレベルだと思うんですが、まあ、認証レベルではないということが今分かったわけですが、どのレベルを導入するというふうにあの皆様がおっしゃっているケースが多そうであるかと、もちろんあの類推するしかないと思うんですけれども、ちょっとそこを教えていただきたいのが一つ。それから認証も複数ありますよね。で今後あの国がやっぱり推進をしていくといった場合にはどのレベル、あのすいません、私 の, あの本当にわずかな知識によると、対 EU ハサップとか対米ハサップ、それから前見せていただくいただいたところはあの県がハサップ認証を出しているというようなところもあったり、また違うものもあるというような噂を聞いてもおります。どういうような、やはりできれば統一した、少なくとも日本国内では統一した認証が必要なんじゃないかなというふうに思っているところもあるんですけれども、それこそ研修ではどのような、ね、指導をなさっているのかというところを伺いたいです。あともう一点すいません、受講者へのアンケート結果ということで72ページにですね、あの取り組みということで導入済み、導入を検討、合計で8割という数字は十分に大きいと思うんですけれど、逆にこれだけ重要であるというのを学んだ上でなんで2割がですね心が動かないのかというところが非常に疑問なところでございまして、もしアンケートで何かあのありましたら教えていただきたいと思います。今の3点について回答をお願いいたします。まずその、どういったレベルであれば HACCP を、まあ、導入しているかということになるかということなんですけれども、これはですね、まあ、一つは、まあ、コーデックスがそのガイドラインを提示しておりますので、基本的にそこで書いてある、まあ、やり方をですねきちんと、まあ、やってるかどうかということでございます。ただそのやるレベル感っていうのはですね、実はその大きな企業だったりとその小さな企業がやっぱりやるレベル感というのは当然違ってきますし、そのものがやっぱりどういうふうに流通していくかによってもどれぐらいのレベル感で安全性を担保しなければいけないのかということが変わってきます。でまさにそういうのをですね、そのそれぞれの事業体だとかものに合ったようなあのレベルをきちんとやっていくっていうのが HACCP の考え方でございまして、そうするとやはりその考え方をきちんと、まあ、理解した上で実施していかないと、これは事項あるその HACCP というふうに言えないということになってまいります。であとあの、まあ、認証が複数あるということなんですけれども、あのおっしゃる通り EU の、HACCP があり、あの EU HACCP それから米国 HACCP というのはこれは国の規制というかの国の基準として示されているものがありながら、あとその県がやっているのはちょっとその中間に、まあ、民間とまた中間にあるんですけれども、あの、まあ、保健所とかを抱えていらっしゃる県が一定のこうあの示してですね、そこに当てはめるかどうかをやっていると。それからあと民間、準民間というものもございます。あの国際的な、認証としては ISO だとか FSSC といったようなものがございます。で実はその、コーデックスが示している HACCP というものは一つしかないんですけれども、基準自体は実はバラバラでございます。で HACCP だけではやっぱりあの安全というものは担保できませんので、一般的な衛生管理、それからいろんな施設の基準といったものが一緒になったりしてですね、あのやってるのでバラバラになってしまうということがあります。でまさにこれがですね、今あの厚生労働省の方でその義務化の議論がされている中では、やはり日本としてはこういったものというふうに示さなければいけないというのがまさに論点として出ておりまして、それを今、議論しているということです。
で、まあ、一つもう一つ付け加えるならばですね、いろいろとやはりバラバラにありますので、そこをやはり統一的なものを作ろうということで今、まあ、官民でですね連携をして一定のそのちょっと統一的な企画っていうものを構築していこうというのを別途今進めていることでございます。それから、そうですね、はいはい、すみません、あとなぜ2割がということなんですけれども、やっぱりこれHAZAPの研修とかをいたしますと非常にやっぱりなかなか自分のところで、その事業者さんがですね、自分のところでこれをすぐにやっていくっていうのは、まあ、皆その従業員の皆さんにこれを共有しなければいけないし、まあ、場合によっては今までのやり方を少し変えていかなきゃいけないということで、ハードルが高いなと思われる方がですね、やはりすぐにはなかなかちょっと導入が難しいなと思われる方が、まあ、2割ほどいらっしゃるということだと考えております、はい、じゃあ、伊藤さんが先ですね。伊藤さんお願いします。これずっとお聞きしてて、事前の勉強会でも大規模な企業であればHAZAPの導入率が 88% になるけれど、中小の企業になると 29%、うん、この差を埋めなければいけないということで、中小規模の企業に対してどう導入してもらうかというお話だったかと思うんですが、この大規模と中小規模の、企業が導入するかしないかの差というのは、今のこの事業でいけばやっぱり研修をしているかしていないかの差だということでよろしいんでしょうか。だから研修してるんだと思うんですけど、はい、はい、まさにそういうことだと思います。まあ、研修っていうところと、もう一つは、まあ、HAZAP自体はそのソフト的なものなので、本当はそのハードではないんですけれども、施設的なものではないんですが、ただやっぱり施設もきちんとしていた方がやりやすいというところがあって、そこのやっぱり施設整備へのハードルもあるということなので、まあ、先ほどの説明でいきますと、71ページのですね、施設の方とそのまさに人材育成のところと、ここが まさに差になっているところというふうに考えております。逆の聞き方をすると、はい、大規模な企業はほぼそういう研修プログラムがあるということですか。いえ、これもですね、実はこの研修におきましても、まあ、中小を念頭に置いてるんですけども、今規模で参加者を区切ってるわけではございません。ですのでこの研修を活用されている方もいらっしゃいますし、あるいはビジネスの中でですね、コンサルとかでにお願いをしてやってる場合もあります。まさにこの研修がどれだけ効果があるのか、アンケートの調査っていうのはこういうふうに出ているけれども、これが今後ですね 50%だったりとか、今後その厚労省が義務化するにあたってなった時には 50% よりもっとそもそも上げていかなきゃダメだということを考えた時に、どこまで効果あるのかを知るためには今の部分がやっぱり必要なのかなとずっと感じていたんです。今の答えでなんとなくは分かりました。もう一個、ちょっとすみません、そもそも論に行くんですけど、食中毒の話を最初されていて、で資料の中にも食中毒と、食中毒 の発生件数まだ減ってないんだということを一つの根拠としてお話をされていたと思うんですが、これは相関関係があると考えていいんですか。HAZAPの導入と食中毒というのは相関関係があるんですか。はい、まあ、どこまでの関連性の強さというところはあろうかと思いますけれども、ただ今までのやはり食中毒 の発生の原因だとかですね、どういったことがまあ背景にあってっていうことをやっぱり見ておりますと、ここはHAZAP的な考え方をちゃんと取り入れてやってれば、まあ、一定程度は防げるっていうところもあるんではないかと考えておりまして、でそれはやはりHAZAPの導入とこの食中毒の発生っていうものは関連があるというふうに考えております。ここは意見になってしまうんですが、まさに国というか農水省がやるべきところそういうところで、こういう仕組みがないと食中毒を起こす、まあ、食中毒を起こしているところはHAZAPの導入がないという先ほどの話もありますし、そういう相関があるんだったらそれを事業者に伝えることによって、事業者側からするとそれがないと信用が低下するんだということは、国から言われてやるやらないとはまた違うことになるんじゃないかな。本来は言われてるからやるんではなくて、それが自分たち その企業価値が高まるんだということで導入してもらうべき話ではないのかなと思うんですね。これは意見として申し上げたいと思います。最後にもう一つだけちょっと急にちっちゃいんですけど、
これ所管法律の所管厚労省ですよね。で厚労省の中でもパンフレット作成しているというふうに思うんですけれども、農水省でやっているこの消費者向けの講習会だったりとかパンフレットというのは厚労省とは違うんですか？内容につきましては厚生労働省ときちんと内容をすり合わせてやっておりますので、厚生労働省でも制度の説明という観点からその事業者向けの説明だとかあるいは消費者向けのチラシというのも作成しておりますけれども、本事業ではより具体的に消費者の皆さんにイメージしていただくということで、実際にハサップに取り組んでいる企業の事例を使って具体的にこういうことをやっていますよということを伝えるということでやっています。で、住み分けとしては厚生労働省は制度をまさに持っているということで、その制度を説明するという観点から資料は作っております。分かったようで分からなかったですけど、制度所管をしていることとそのために何か実施することを明確に線は引けないと思うんですね。厚労省としても当然だからこうやって消費者の皆さんっていうチラシを作ったりしているわけで、今の話だとなんか積み上げてないような風に感じるんですよね。最近の消費者向けのパンフレットの例で申し上げると、やはり私どもこの事業者支援をしている、その研修事業者の支援研修もしているということで、そういった方々どういう努力をしていらっしゃるかっていうのを具体的に伝わりやすいようなパンフレット、ただ中身はハサップということでは共通のコンセプトなり仕組みが伝わるようにそれはすり合わせているということで。よろしいですか。藤原委員お願いいたします。72ページのアンケート結果なんですけれども、約4割がハサップを導入したって、導入検討っていう約3割、これって検討でしませんって言ってると理解した方がいいんじゃないでしょうかね。あまりにもなんか楽観的な私はアンケート結果の読み込みだと思うんです。そうすると、半数以上はちょっとまだインセンティブないしやってもどうかなっていうことじゃないんでしょうか。ですね、そこはどのようにとまさに結果を捉えるかっていうことなんですけれども、ただハサップっていうのはですね、やっぱり導入しようとすると一定の時間がかかります。社内できちんと共有をして、でその工程を見直して対応を変えていかなきゃいけない、あるいは記録をどういうところで取るかという整備をしていかなきゃいけないということで、結構数ヶ月ではですねなかなかこう導入済みっていうふうにはならないものなんですね。ですので、検討というのは今やはりハサップにつきましては非常に関心も高まっておりますので、その中での検討というものはかなり前向きにそこは取り組んでいるというふうに私どもとしては捉えているところでございます。ということは、本事業は講習研修が主ですよね。そうすると研修講習のいわゆるそのハサップを導入させるのいわゆる導入率、個々の研修の主体の力にがものを言う場面がだと思うんですね。そうするとやっぱりそれぞれの個々の研修を、ちゃんと、農水省側でチェックしていらっしゃるのかどうなのか、研修の効果率っていうのを評価されているのか、それを聞きたいんですけど。支援をしている研修に関しましてはやはり、スタートする前、それからそのどういったテキストを使って何をやるかっていったところはよくその事業実施したいと打ち合わせをし、場合によってはこちらからこういうふうにしてくださいという話もやっていると。で終わった後は、一応どうだったかということをきちんと検証する委員会を開きまして、次の改善につなげているということをしております。導入までフォローアップっていうの、個別のフォローアップが必要だと思うんですけど、そういう事業ではないんですか、これは。でそこをですね、まさに受講から数ヶ月聞いて、でその後じゃあ去年受けた人がどうだったのかということをちょっと調査をしてくださいというお話は事業者の方々に今しているような状況です。調査というよりはそれぞれ相談して、やっぱりその最終目的導入までに道それまでのなんていうかな、一緒にやってやりました、そういうなんていうチューター的な制度はまだできてないという。それはですね、この事業の中に専門家派遣の事業というものがございまして、でそれによってですね、
やってるかどうか、あるいはやり方がきちんとなってるかどうかということをフォローアップするような事業がこの中には、まあ、27年度組み込まれているということですね。はい、コメントはあと10分でお書きいただきたいと思います。じゃあすみません、金子委員から。一つだけ、この制度は、被害を未然に防止できるということであれば、消費者としては導入をしてもらった方がいいに決まっている、はい、で、まあ、だから義務化の議論もあるという中で、しかし中小が、まあ、難しいというお話もあったんですけど、まあ、例えば規模別にね、税なんかでも資本金だとか従業員だとか規模によって導入される制度っていうんですか、消費税なんかそうでしたけど、最初大きいところにやってだんだん小さいところにやっていったとか、そのやった方がいいに決まっているので、その厚労省の議論に対しての、まあ、農水省のスタンスっていうんですか、それと多分例えばハサップをやってますっていうのがその製品自体に表示できるようなもの、よく見るのだと牛乳パックとかですかね、はい、そういうのが表示やっている人は表示を義務とするというようなことがあれば、逆にやってなくて表示できないっていうのは、まあ、信用がないというような形で消費者が認知していけば、さっき伊藤委員もおっしゃってましたけどもね、生きていくためにみんな導入をどんどんするんじゃないかなっていう気もするんですけども、その導入促進策と、まあ、義務化との関係で の, その農水省のスタンスっていうんですかね、その辺を教えていただければと思います。はい、導入促進に関しては、まあ、この事業だけではなくてですね、コーデックスから、まあ、ハサップが推奨されて以来ですね、厚生労働省と農水省でまさにどうやってやれば普及をしていくかっていうことをやっております。で、まあ、まさにですね、規模別、まず規模別みたいな話がございましたけれども、それは、先ほどの、ハサップ支援法による支援というものは、まあ、中小事業者に今限って今支援をしているという状況なんですが、やはりなんか導入にその問題があるところ、ここをまあ重点的にやっていこうという考え方でおります。それからあと導入促進策として表示ということもございます。でこれはまあ、事業者団体でですね、まあ、牛乳なんかは事業者団体がそういったマーク、統一的なマークを作ってやろうということがあるんですけれども、ただちょっとそこの問題点はですね、先ほどの消費者へ の, 認知度っていうところとの兼ね合いもありましてですね、つけたとしてもなかなかそれをどういったものかっていうことがその理解していただく人たちがすごく少ないので、そういったものの効果っていうものはなかなか今まではちょっと薄いという話、まあ、その点もあったので、消費者に対してもこうセミナーとかが必要なんじゃないかっていう議論がこれまであったということです。で今その義務化の議論もされているわけですけど、やはりこれは導入した方がいいわけですから、まあ、義務化の議論は一方でそのやりつつ、その現実的にどうやってその導入を促進していくかっていうことをこう一緒になってですね、農水省はやっぱりそこを、まあ、支援というか協力をしていくという立場でおります。吉田委員お願いいたします。ずっと議論聞いてて、やはり最初どうなんですかね、上村さんがおっしゃった中間の直接的な成果指標がないので、うん、非常に議論がふわっとしちゃっててですね、非常に説得力がないんですね、事業効果として。でもう一つはそこの中間の成果指標インディケーターを作らないまま来たもんだから、どうしてもそちら側も自己評価できなくて、相場な的な個別の事業の打ち方になっている。で多分段階的に啓発から研修へ力を入れて、研修からもっと直接的なところへって、本来これだけ25年からやってて、しかも状況が変わってきてますから、義務化とかいろいろな話が出てくるので、本来はもっとこの2億なら2億のお金を段階のうちで集中的に投下すべきだったのに、ずっと同じ事業パンフレット作ってます、研修にお金出してますってやってきてるので、非常に説得力が生々しくないんですよ。効果がないんじゃないかっていう疑念を抱きやすい説明になっているというふうに評価します。そこでちょっと聞きたいんですけど、例えば、農水省、厚生労働省、いろいろ省庁で実はこの問題に関しては当然みんな気を使ってるんだろうと思うんですね。
特にあのハサップじゃなくてその向こうにある食中毒とかですね、食の安全ということでは各省庁やってる。で聞きたいんですが、農協さんの加工食品工場、単協さんです、 JA さん、それから六次産業化の補助金なり融資を受けた加工食品加工工場でハサップの取得率って掴んでますか。でその、今おっしゃったところのでどれぐらいかっていうことのデータはございません、はい、手っ取り早くできんじゃないのと思うわけですよ、農水省が本当にハサップの推進をしたいなら、はい、でもう一つ、僕が気になったのはこれはまあ農水省所管ではないっていうことなんだけど、文科省になるんだけど、給食における事故って結構大きいし被害の拡大が一番重大ですよね、人数的に見るとお弁当屋さんよりも学校で起こった方が怖いということなんですが、しかも子どもですから、給食センターもしくは給食を入れている業者さんのハサップの取得率って分かります、これもあの正確にはその業態でっていうことではちょっと取っていないですね、はい、なぜお聞きしたかというと、直接農水省ができることって、しかももっと効果的な方法ってまだあると思うんですよね、しかもそんなにお金を使わなくても。で具体的な事例が例えば6次産業化の対象事業で食品加工がほとんどですから義務化しちゃえばいいと、あの申請要件にしちゃえばいいと、あ、法的義務化じゃないけどね、申請要件にしちゃえばいいとか、あと融資条件で、金融公庫とか農林中金の、から投資マネー結構制度ありますよね、あれもやっぱり食品加工がほとんどなんですよ、それに対して融資要件にするとかですね、いろんな方法が直接農水省でできるのになぜこうなのっていうのが、やはりインディケーターと目標設定が具体的じゃないからだと思うんですね。だからこの事業に関してはあのやらないよりある方がいいっていう形の事業で非常に評価しにくいんですけど、やはりもう結論的に言うと中間評価を持たないからこそそうなっちゃったと。だから中間評価手法を自ら持っていればもっと絞り込めて、もっと効果的な方法があったんじゃないかっていうのが、まあ私の今のところ評価です。あ、もうコメントは結構です、はい、そろそろコメントシートをあの提出お願いじゃあ上村さんお願いします、はい、まあ、今吉田委員言われたことと、まあ、あの重ねてなんですけど、まあ、私も印象的にはやっぱり前例踏襲型で続けちゃってる部分が結構大きいかなというような気がしています。なので、まあ、一昨年もこういうことやってきたから、じゃあ今年もこうやろうっていうふうに決めちゃっていて、なのでその効果がどうだっていうことはちょっとなかなか内部で議論できなかったのかなっていうのが、まあ、率直なところかなっていうふうに、まあ、あの推測はします。これもコメントなのであの質問ではありません。伊藤委員お願いいたします。これあのお金の流れを見ているとですね、あのずっと、いかに事業者にあのこのハサップ導入してもらうかではあるけども、実際のお金の流れはその事業者に行くんじゃなくて研修や専門家派遣をする、民間団体に行きますよね。でこれはお金の流れとしては、決まってから民間団体がいろんなその大小中の事業者にこういうことやりましょうという話をして、そこで案件ができてその後に補助が出るものなんですか、先に研修事業者に補助金がいくんですか。流れとしましては公募の段階であの、まあ、こういった研修をやってほしいっていうのをあの農水省から提示いたしまして、それをもとにあの具体的にあのこういう箇所でこういう研修をしたいという提案書をあの公募の際にいただきます。でそれをあのまあ、審議いただきまして、その例をもとにあの採択者を決めると。で採択をした後あの、まあ、さらに具体的な計画をあの農水省と詰めていってあの具体、研修の計画を立てて、で最後にあの研修にかかった分を補助金としてお支払いするという流れになっております。ということは最初のこの研修をする団体が決まる段階ではまだ金額は決めていなくて、
金額は上限という形で、この金額でこれだけの研修をしますという形で提案をいただくという形になっています。それは、1社あたりの上限という意味ですか？それとも、そうです、1社あたりの上限です。つまりどっか の研修事業者がうちは今年度20箇所30箇所やるんだっていうふうにそういう計画を出してきて、まあ、仮に実際それが10箇所だとしたら、20箇所分の補助金が出るわけではなくて、研修が終わった最後の段階でその実績払いで補助金が下りるという流れです。そうですね、基本的にはその最初の計画に従って上限以下の範囲でお支払いするという形になります。もしそれを変えたければ、計画を変えたければ、農水省に対して申請をして審査の上、認める認めないというのはありますけれども、基本的には当初の計画に従ってお支払いするという形になります。吉田委員、お願いいたします。さっきの事業なんかでも同じような議論があったんですが、今後こういう事業をもし続けられるのかどうか、今日の結果にもよるんですけど、考えてほしいのは、基本的に先ほど何人かの先生がおっしゃってたように、ハサップを取ることは基本的には事業者の問題で、事業者リスクの問題なんですよね。で、普通ビジネスやってると食中毒が起こしたら倒産の危機に陥りますので、中小企業とんど当たり前なんですよ、それが有効であれば。だからそこに、しかもお金の流れ方が直接行ってないし、効果も不確定な段階の公金が出てるっていうのは、もうこういう手法はぜひちょっと考え直していただきたい。で、さっきから言ったように、これがですね、どうしても自力でやるのを待ってると社会的に損害が大きい、損失が出る可能性が高いので、緊急避難的にやるんだとかって言うんだったら、ぜひやってほしいわけです。それが国の役割なんですよ。単にふわっと、まだ義務化もしてないものの普及啓発のためにって、お金を公的資金を投入するとはいかがなものかと思います。いくら安全のためでも、やっぱりターゲットを絞ってほしいですね。さっきの例えば、公共施設であったり学校だったり、一番緊急避難的に損害の拡大を防ぐためにやんなくちゃいけないところに絞って植栽的な事業をやるっていうんだったら、まだ理解できると思うんですよね。だからもうこういう事業多い、今まで多かったんですけど、これはもうはっきり言って、資金の投下の集中と選択と集中からいくと非常に一番悪いやり方なので、もっとこう説明しやすくて効果の上がる方法ってあるのですね、ぜひもう29年度以降あるかどうか分からないけど、あるんであればそういうふうに絞り込んだ事業に仕立て直していただきたいと希望します。ちょっと一言、対象に関しましてですけれども、ハサップについては、食品であればもう食べるものっていうのはすべてこう適用できるんですけれども、やはりここの事業の考え方としては、やっぱ製造ですね、作ったものがそのままこう流通するものについては、やっぱそういうところはきちんとやっぱりやってないと、その被害がこう拡大していく可能性も高いということで、それで、食品製造事業者に絞ったことにならないと思います。広すぎますよね、絞り方が、はい、それからあと直接言ってないという話はあるんですけれども、一つ施設整備の方は、これは整備をやるっていう事業者さんに直接行くものなんですね。施設整備の融資の方は、でこちらの事業っていうのは、そういったいわゆる事業者さんに直接やるっていう仕組みにしますとですね、非常に行政コストが今度は逆にかかってくるということになります。絞ってないということですよ、はい、絞り込むということはコストパフォーマンスを良くするっていう話なんで、今おっしゃってるんだと全部絞ってないんですよ。だからコスパから言えばですね、絞り込むというのは絶対的にコストパフォーマンスが良くなるはずなんです。でこれだけの効果が、しかもこれ確証できない効果でほぼ上がってないわけですから、本来26年度7年度で見直すべきだったと思うんですね。ちょっと戦略的に公的資金をつぎ取るときは緊急避難的なところにターゲットを絞り込むということを考えてほしいと。もう田村さん、さっき手を挙げてよろしいですか。すみません、
やはり、ね、最終的に認証までたどり着かせることが重要なんじゃないかと思います、うん、というのは今確かにやっていますかというような質問に対してやってますというようなね導入してますかというようなご質問なさっているようですけれどもやはりそのきちんとした内容ではな、ね、内容でないとこういう衛生管理ですからやっぱりそこはもしこういうような形で公的なお金が入っていくのであれば、最終的に認証を取らせるというところまでの工夫が必要なんじゃないかなと思いますし認証を取らせた後にですね特に中小の場合に再教育ですよね情報の更新ですかというようなものが行われないとむしろそれは危険になってしまう可能性ってありますよね10年前はこうだったっていうので今はそうじゃないっていうようなことの情報の更新っていうようなことができるかできないかということもこのハサップが効果的であるかどうか の重要なポイントであると思うんですねということになればやはり認証を取らせてしかもそれは日本版でもって統一的なものを作ってきちんと認証を取らせて、再教育も5年に1回ぐらいさせて実行力のあるものになさるとすごい強力で世界にも誇れるものになるんじゃないかなと私自身は今回伺っていて思いました。すみません以上でございます。それでは結果が取りまとまっております。一言だけ、はい、ちょっと時間で一言だけすみません。まず最初に私もどうしてもやっぱこれ事業者側の大きな問題が一番大きい中で今回のお金の流れって間に研修事業者が入っている分だけその事業者側の本当 の必要性というのがやっぱり薄くなっているスキームになっているんじゃないかなというふうに感じました。ちょっとこれはもうちょっと話すると長くなってしまうんでなんです。であと別に私ニコ生のコメントをしゃべり上げる担当ではないんですけどたまたま見てたのでさまざまな意見がある中で食品安全講習を受けている方が実際講習を受けてもこういう話って最後の3分しかないというお話コメントを書かれていて、まあ、要は抜け道はいくらでもあるんじゃないかというコメント、もっと厳しくした方がいいというご意見もあれば逆にですね日本というのはもともと毒味ということも含めて緩やかでもいいんじゃないかというちょっとこれは僕の解釈も含めてなんですけどせっかくのタイミングなのでそこは農水省としてというのか担当課としての考えをお聞きした方がいいかなと思うんですけどいかがですか。厳しさに関してってい いうことですか。はい、でやはりハサップっていうのはその、まあ、自分で考えてきちんとその科学的に安全なことをこうやっていくっていうことなのでやっぱりそういうものはきちんとやはりやっていく必要があろうと思っております。ただそのやり方だとかそれぞれのやっぱり規模とかその扱っているものによってどれぐらいやらなければいけないのかっていうことも変わってくるっていうところがありますしあんまり厳しくするとじゃあそういった小さくでやっていらっしゃる方々にはやっぱりなかなかそこまで求めるとその事業もできなくなるっていうところがございますのでそれはそこのその証券が小さければですねおのずからそのリスクの管理しなければいけないリスクのレベルっていうことも決まってきますのでただそれをやっぱりきちんと合った形でですね皆さんがやっていただくということが重要だと思っておりますのではい。そこのまさに事業の性質によって違うという話だと思うんですけどその事業者の声を聞く一義的な役割は農水省なんですかね厚労省なんですかね。そうですね簡潔になります。はい両省でやっておりますそこはもちろん農水省も聞いておりますそこは聞く役割を担っておると考えております。よろしいですか。すいません。それじゃ取りまとめ、コメントと結果をお願いします。はい評価結果及び取りまとめ案、食品の品質管理体制強化対策事業につきましては、事業内容の一部改善4名、事業全体の抜本的な改善2名という結果となりました。主な選択の理由根拠を紹介いたしますと、事業内容の一部改善を選択した委員からは、本事業がハサップ導入につながっているかもしくはつながることを客観的に把握できていない、日本型ハサップを定めてより効果的な研修をするべきだと思う、研修開催という間接的な政策なので評価が難しい、
HACCPの導入率向上のために研修会の質の向上が必要であろう、個々の支出先、研修主体の成果が見えない、それから事業全体の抜本的な改善を選択した委員からは、中間的 KGI がないため、各事業の効果測定が、十分にできていない、研修や専門家派遣よりもHACCP導入のインセンティブを企業により知らしめる方が、目標のHACCP導入率向上につながるのではないかというコメントがありました。全体としての取りまとめコメントとしては、事業の課題や問題点として、主観的な導入率をアウトカムにしていることの問題点、HACCP導入による効果を定量的に定めていない、義務化に向けて、議論の再整理が必要、個々の支出先括弧研修主体の成果が見えない、事業の改善の手法や見直しの方向性としましては、認証を受けた企業の割合もアウトカム指標に追加すべきではないか、研修やセミナーがHACCP導入率に影響するまでの中間アウトカムを設定すべきである、厚労省とすり合わせの上HACCPの内容を定める、消費者の認知が前提なのでそれへの対応も必要、支出先の研修の効果を検証する、効果的な研修方法を共有化すべきであるといった意見を取りまとめました。これらを踏まえまして公開プロセスの結論といたしましては、事業内容の一部改善としたいと思います。この評価結果及び取りまとめコメントでよろしいでしょうか、諸先生方。はい、では、最終的な、食品の品質管理体制強化、対策事業の評価結果は事業内容の一部改善とさせていただきます。本取りまとめ結果を尊重の上、予算要求等に向けた検討をしていただきたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。以上で本事業につきましては議論を終了いたします。ありがとうございました。